はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。ユベルダス、エビヒ、リビベヒターです。さあ、本日なんですが、サモンソーサレスがですね、診断で実装されまして、まあ、ちょっとエラッタ入っているんですが、まあ、未だにね、結構強いカードと、なっております。ちなみに、診断の、この、トリッキーレセプションは、マジでほんとサモンソーサレス以外、強いカードがないとか言われてるんですけど、まあ、サロスランナーはね、デモンスミスが来てから本番って言われてるんで、今生成する必要ないと言われてるんで、マジで本当このパックサモンソーサレス生成してエンドでいいとか言われてるんですけど、今回のサモンソーサレスの使い方としては、ユベルデッキ。ここでね、やっぱね、使うのがね、めちゃくちゃ強いんですよ、実は。ユベルって、サモンソーサレス、ちなみに縛り、種族縛りが入っちゃうんですけど、悪魔族縛り。これ効果使っちゃうとね。なんですけど、悪魔族だけでもかなりの妨害が用意できるというテーマになっているんで、サモンソーサレスの、効果を使っても問題なく展開が一応できると。で、サモンソーサレスの効果一応確認しておくんですが、リンク召喚に成功した場合に手札からモンスター一体を効果無効にして、相手のフィールド上にここに特殊召喚できますよと。で、さらにデッキから、同じ種族のモンスターを特殊召喚して、で、特殊召喚したらその種族しか出せなくなっちゃうよと。効果無効です、両方とも。だから効果無効になってモンスターを特殊召喚した後に、このデスキャスターで釣り上げるっていうね、動きをする感じですね。なんかやってることは例えば、ベアトリーチェで落としたモンスターをこのデスキャスターで拾ったりとか、ベアトリーチェを出した後に、トガ姫出して蘇生するとか、あの動きと似たような感じで、効果無効になって出してきたモンスターを、デスキャスターで拾って使うと。で、これで何が強くなるかっていうと、また1戦目でやってると思うんですけど、暗黒の将来神、または、開門ですね。これが引けている時で、かつ他にユベルに触れていない状態。今までやっぱ結構このハンドって、まあ弱かったんですけど、多分ベアトリーチェとか頑張って出しに行くとか、そういう感じだったと思うんですけども、暗黒の将来神と開門からサモンソーサレスを経由するとデッキから、サクリファイスデモンロータスをリクルートしてきて、で、デスキャスターで釣るっていう動きができるんで、ユベルに全く触れていないハンドでも、一応、デモンロータスに触るっていう動きが可能になりました。はい。で、まあ、他にもね、ある程度相手の誘発をぶち込まれた後に、なんかサモンソーサレスで貫通するっていうこともあるかもしれないし、まあもちろんね、普通に強い、なんかスローンプラスなんか、将来神とか引いてりゃね、別になんかそんなことしなくても、ね、貫通できるとかはあるかもしれないけど、やっぱこれしか引きってない時の下振れを拾うような、下振れ拾いカードみたいな感じのイメージですかね、このカードは。ただし、展開するときにコストめっちゃ払わないといけないんで、2倍ぐらいコスト使うんですよね、サモン操作の展開が。ちょっとそこだけ注意といったところでしょうか。はい、早速ね、5億年ぶりに、僕、ユベルを回しますので、プレミッシュたらすいません。デュエル、スタンバイ。なんだかんださ、結構ハンド強くなりがちでさ、あんまサモンソーサレス出さないとあかんっていう時あんまないんだけど、今回の場合はちょっとサモンソーサレス頼りそうな気がするな。七星の開門を発動。オッケー、相手なんもねえな、とりあえず。で、こういうね、じゃあまあ、ニビルはさすがにもうこの環境飛んでこないような気がしてんだけど、将来神しかないみたいな時ですね。まあ、通常のユベル引いててもどうしようもないんだこれ。まあ、まだね、スピリットとかあったらあれだけど、こういうハンドの時がめちゃくちゃサモンソーサレスが活躍しそうなんだが、じゃ破壊衝動も引いちゃってんの、まあまあうざいね。これ、まあまあキモいね。手札を1枚捨てます。ユベルをぶん投げて、墓地から、攻守00の悪魔族モンスターを特殊召喚できるので、これでユベルを特殊召喚しまして、OK。で、一旦サモンソーサレス出します。ここでサモンソーサレスが生きてくる可能性がある。で、サモンソーサレス効果発動。サモンソーサレスは、手札から1枚悪魔族モンスターを送りつけて、で、そいつと同じ種族のモンスターを特殊召喚し、この後もう悪魔族しか出せません。これね、昔はね、この縛り入ってなかったんだけどね。昔はね。今はちょっと、デスキャスターの手札コストと、失勢の買い物の手札コストあるから、これ手札コスト、まあまあね、ぶん投げるんだよね、この展開。今、しょうがないんだけどさ。で、これで、一応ファントム出して、で、デスキャ効果、マジで破壊しようと思ってんのめっちゃやばいな。で、サクリファイスデモンロータスを手札コスト切りながら特殊召喚して、これで、効果無効になって特殊召喚したモンスターなんですけど、デモロータスは。これ出し直してるんで、効果有効になってて、で、こっからユベル展開に入っていく感じですね。はい。で、スピリット・オブ・ユベルの効果を起動し、ナイトメア・ペインをセット。で、ナイトメア・ペインの効果を発動。
さあこれでてめえはユベルモンスターしか殴れなくなったぜ。スピリットオブユベルの、破壊サドバイのあ、ヘルクレブスカも持ってきて、で破壊サドバイの効果と、それからヤマちゃんの効果も発動するぜ。ヤマの効果により墓地の悪魔族モンスターを特殊召喚。あ、墓地手札か。スピリットオブユベルを特殊召喚。破壊はこれで、これかで、これで、スピリットオブユベルからのユーベル出し、で破壊された場合のスピリットオブユベルの効果発動し、でまたユーベル出し、ユーベル出しすぎ問題発生してるね。はい、でヘルグレイブスクワーマーの効果でユーベル叩き割りながら出して、ほらパリー、展開伸びるね、やっぱりね。ロータスがね、引けるとね、ここまでいけるんだけど、ロータスが引けてない時にもね、ロータスを強引にアクセスしに行くみたいな、そんな感じの構築なんでね、一応。で、もう一回山出して、よ。で、一旦アルバ出して、こっちか、先。ヘルグレーブスカーマー効果。でこれリンクスワインになるんであんま関係なくて、これ悪魔族しか出せないんでね、こっからなんかウーサとかできないんですけど、あ、ちなみに一応ね、あのトロイメアグリフォンとか入れる構築もあるので、ちょっと今回入れてないんですけど、トロイメアグリフォンとかを入れてトロイメアグリフォンで制圧していくっていうのも結構ありはありです。あれかなりね、制約の通能力強いんでね。でアルバでシャバラをリンクスワインにして、ラギア出して、でマジで引いてんのバカ弱えな。これなんか全てのカード引いていたわ。ユベルともう全てのカードでもねえか、破壊衝動だけか言うて、特殊召喚してこれで、ちなみに墓地にねロータスいるんで、ロータスも放ってきますから、エンドフェイズで、ロータスの効果起動して、でロータスが特殊召喚されます。はい、でユベルの効果発動して、モサリースせずに自分を爆破します。これで一応、ファントムの効果と、あとラギアの効果、そして衝動の効果、ロータスの効果ということで、まあ、エフェクトベラマンで、一応5妨害ぐらいは、用意できたかなといったところですね。あの、将来神1枚から、あの、将来神プラスコスト2枚からいける、感じに。カンナホーク来た、橋本カンナホークだ、出た。これ今マジ強いらしいね、霊獣。霊獣めちゃくちゃ強いって、なんか、レート戦のなんかトップ3ぐらい全部霊獣って聞いたけど、今。ガチでやばいこと起きてる。で、カンナホーク効果対象にとってエフェクトベイラーで無効にしていく。なんかあれね、速攻魔法系かな。ああ、オッケーです。ファントムオブユベルに打たれなかっただけ全然オッケー。ファントムオブユベルに打たれる方が全然嫌なんで、ファントムオブユベルに打たれなくてマジでありがたいですね、これに関しては。まあでも多分ここ墓打たないと多分展開できないと思うんだろうな、相手。さあ、カンナホークちゃんで何を除外しますか。多分あの精霊獣のレラのやつでしょ、なんだっけ、精霊獣使いレラ、ちょっと名前わかんねえんだよ。そう、精霊獣使いレラね。精霊獣使いレラ除外された場合の効果発動する。まあ無効にするか。ファントムオブユベルの効果発動。ファントムオブユベルは、相手のモンスター効果を書き換えることができるので、これで、私のユベルを破壊させていただきます、ね。スピリットオブユベルを爆破し、でスピリットオブユベルの効果を発動。爆破されたスピリットオブユベルによってデッキからユベルモンスターをと、あ、ユベルを特殊召喚。ありがとうございました。ありがとうな。3やばい。どれ、え、どれ、いや、まあこれはではですね、ちょっとラギアをパクられるのめんどくさいので、破壊衝動でラギア叩き割りまして、相手のカンナホークちゃん爆破しましょうか。こうすると、墓地に山落ちてるんで、山の効果でもう一回戻ってこれますから、デスキャスターいいよ。で、爆破されたので、相手はフィールドのモンスターパクれる。まあ、言うて何パクられても、まあ、そこまで至れではない気がするけどな。多分、ロータスパクったところで相手ユベルねえし、あ、OKOKOK、了解。で、ありがとうございました。あぶねえ。危なかった。ユベルデッキさ、普段さ、全然回してなくてさ、普段なんか意味わかんないデッキばっか回してるからさ、なんかさ、回し方完全に忘れてるわ。
これナイトメアスローンからでいいんだけど、ナイトメアスローンでいいな。マジでちょっとすいませんね、本当に意味わかんないデッキばっかり回してるんで、アンコン将来神持ってきて、で将来神を召喚して効果発動したいです。でなんか撃たれます。何ですかこれは。無限法要、了解です。無限法要、ナイトメアペイン素引きしてるので発動しまして、え、これどこまで伸びんだっけ。これ結構、これさ、ナイトメアペインでさ、あれだよな、ここをさぶち込んだらかなり伸びるよな確か展開。これなんだ、うららか、あ、うららだな。ちょ、うららだけはマジでそれダメだな。それはちょっと止めないといけないな。これで増殖する G って言われたら俺さすがに軽いでいいか。さすがにブチ切れ案件だけど大丈夫。ここ止めないと、あの展開は、強い展開はできないので、これで増殖する G って言ってきたら殺す、マジで。殺害する、殺害、殺害せよ、殺害。あ、大丈夫だ、 OK。 でまだわかんないか。ヘルグレイビングスクワーマー持ってくるしか、ロータス持ってきても展開できないじゃん。でヘルグレイブスクワーマー&スピリットビベル効果で特殊召喚で、ヘルグレイブスクワーマー打っていいんだよな。でこれでユベル爆破して、はい、でカード破壊する。でこれでユベルこうスローン効果ですか、スローン効果、ユベル効果、これで特殊召喚して、特殊召喚して、あ、違えわこれ、あ、間違えた、やべやべやべ、じゃあ変わった、まずい、これ第2形態2体入れてんよ、ちょっと、やばい、でも なんとかなりそうだな、ちょっと待って、なんかミスったな。スローンの効果火器か、今のスローンの効果火器だな。でこれ、いや、まあでも十分強いから多分ね、なんとかなるとは思う。ちょ、なんとかしていくわ。ちょ、普通にスローンの効果発動するタイミング絶対ミスったな俺。ちなみにこういうね、クソ雑な展開してもなんとかなるっていうね、話がね、ありましてね、一応先ファントム出すでしょう。こうして、でここから黒シープ出したらなんか展開伸びそうだな。これ黒シ出すだろう。でヘルグレイブスクワーマーさんの効果起動して、ユーベル出して、ほい。で黒シープの効果と、スピリットオブベルの効果発動して、ナイトメアペインの2枚目持ってきて、これでナイトメアペインを破壊されても次のターンももう1回同じ動きっていうか、まあ、ユベルで自爆特攻できますよの動きで、将来神特殊で破壊神シャバラ、ここであれだよな、だからうわ、ここで絶対スローンの効果じゃん、マジ最悪。これスローンでだいぶ展開伸びたよな、ちょマジでミスったわ。スピリットオブユベルの効果 と破壊神の山の効果発動して、あ、でもあれか、これ盤面埋まってるかいや、でも盤面埋まってたな。これスローンどこで発動するんだっけ、ここで発動しても意味ないもんな。破壊はしなくていいか。これでユベルが出てきて、これバルドラスとかさ、そういえばさ全然来てないね。バルドラスとか、ちょマジでどこ行ったバルドラスっていうね、ランク10のモンスターがいて、ウィベルデッキとはとても相性が良くてね、あの魔法トラップカードも止められる、なんか何でも向こうが1回飛ばせるよみたいなカードのなんですけど、めちゃくちゃ強くてですね、で破壊衝動セットでしょ。これね、なんか今回の診断マジでさよくわからないよな、何このパックみたいになってない、このパック何ですかってなってないですか皆さん。僕はなってます、はい。なんかマジで今まで実装してなかったよくわからないモンスター寄せ集め謎パックみたいになってますよねたまにあるこのさマスターディールのさよくわからない年末じゃねえや、月末パックは何なんだろうね、よくほんまによくわからん。うわ、出たー、三元層ドラドラ、まあ、ドラドラ入ってるタイプね、ドラドラの効果
フィールド上のカードの効果は今実質受けないから、はい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 、でそれ手札の効果止めれるんで、これ三元素、まあ三元素最悪破壊衝動で割っちゃえば一応効果発動は、あ、こ、何効果受けないみたいな効果はなくなるので、まず割っちゃえばいいんですね。最悪最悪チェーンして割っちゃえば、アポロウサチェーン、なんか破壊衝動といえば、まあ、永続魔法はぶっ壊せるんで割となんとかってると思うんだけどな。これな、あ、ドラドラなんでしたっけこれなんでしたっけ、ダッテインが上がるのか、めくったカードがドラゴンズこのドスだった場合、あー、それはね別にいいです。はいはいはい、どうぞ。はいはいはい、あー、ドラゴン族ですね、やりましたね。まあ、夢でしか上げないのであんま関係ないですね。でこれはダメでしょ。でまあラギアいなくなるけどしょうがないですね。これはラギアいなくなるけど、ちょっと山がね墓地にもう一体追ってれば大丈夫だったんですが、爆破してで、ラギアの効果で、墓地から悪魔族回収できるので、これシャバラ回収か、将来神でもいいのか、これで将来神回収 OK。 さあかかってこい、海面きたー、海面きたー、海面きたー。これまあでも言うて、まあまだモンスター効果2回向こう残ってるんで、さすがに大丈夫と思うんだけどな。あのシンクロ効果もリクルート効果もどっちも止めれるんで、いやまあそもそも出てこれなければいいのか、これそこでさバトルフェイズに発動した方がよくない。まあいいや、アポロウーサの効果の向こうにして、これ出てこれなければ相手のものできる、まあでもユメルにぶん投げないといけないじゃないですか。はい、アポロウーサは止められない、止まるんじゃねえぞ、さすがだアポロウーサ、やはりアポロウーサの最強、遊戯王おもんなゲーミングを加速対戦ありがとうございました。今ユベル大集合来た、ユベルとユベルダスアブシェリヒリッター来たわ。ユベルダスエクストレームトラウリヒドラッケを入れるかどうかはさ諸説分かりますよね。あと超融合用にユベルダスエビヒリーベベヒタを入れるかどうかも迷いますよね。はい、あ、何言ってるか分かりませんか、すいません。あ、これスキアクローなんか今テンパイ流環境結構やれるとかいう話聞いたんだよな。なんかスキアクロートライヒガーとかさ、まあ、モンスター全部守備表示になるっていう効果なんだけど、あれ結構さ、何テンパイ流に割と効くみたいな、でしかも守備表示がのモンスターが発動した効果を受けないっていうね体制があってさ、結構強いっていう話がを聞いたんですよね。で一応リトルガイドがされそうになったらなんかツインソーをなんかぶち込むみたいな感じのことを聞きまして、あ、確かに強いなとは思いました私。はい、ちょっと今ワンチャンスケアクロー、今の環境だからこそ、テンパイ流がちょっとはびこってる環境だからこそちょっとやれる可能性っていうか、まあでもテンパイ流のデッキなあまりにも誘発入りすぎてんだよな、あのデッキ誘発量半端じゃねえから。あれバロバロバロネスパイセンが特殊召喚され、うわ出ちゃったー、やばい、やっちゃったー、やばすぎるー。あ、強い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 、手札展開によりすぎだろてめえ。あー、ノバマで特殊召喚やばいね、これマジ、え、これバロネス、バロネス、バロネスフェンリルトライヒハードってこと。いやこれさすがにきっちいな。トライヒガート君はどうやって突破しようかな、まあ、リンクモンスターがまあいるんで、まあ、頑張って展開したらワンチャンのかな。トライヒガートマジでめんどくさいんだよな、これ全部ね守備表示になっちゃうんですよね、僕のリンクモンスター以外が全部守備表示になって守備表示が発動して効果受けないっていうなんかやばい体制があって、でしかもノバが墓地落ちてくから、え、やば、突然回帰来た、やばい、突然回帰で、あ、出た、これ、これ俺がやろうとしてたコンボ。お前素で来いよ、アデレンじゃねえ、素で来いよ、アデレンじゃねえとてめえ、やばい。そう、突然回帰はちなみにあの融合モンスターかシンクロモンスターをリリースするとそれと同じレベルのモンスターをデッキからリクルートできるという最強デッキカード。あ、過去エンドフェイズで手札に戻る特殊召喚者モンスターは、ただザワールドによってターンをスキップすれば関係ないという、やばい、先にやられた。俺が動画にしようと思ってたのに、おい、その最…あー
いや、強引すぎるだろ。光の結界発動せんのかい。光の結界発動せんの草。お前それ 50% だよ。表が出る確率はコインが4504連打おじさんは草。強すぎる。ターンスキップしてドライヒアートでワンキル取るの天才か。